学校の先生とかも正直適当にやっといてって言ってちゃんと展開を教えてくれへん人がほとんどやと思うねんな。だってみんな勝手にできるようになってるから。でも今回はちゃんと意識してできるようにさせます。はい、はい、どうもアキトントンです。今回は数学苦手な人用の展開っていうことでやっていきます。で、これは中学3年生のさ、式の展開っていう範囲のやつで、まあ一番最初にやると公式がこういう風に与えられるやん。数学得意な人はこれを見て、あ、そういうことねって言ってできると思うねんけど、苦手な人って何からやったらわからんっていう人が多いと思うから、僕と一緒に20題って言ってちょっと多いけど、その20問を使って、一緒にこの公式の使い方とか展開の仕方っていうのを見ていこうと思います。アキトントン。で、正直びっくりするやろと思うけど、この動画を見終わった後とかいろいろ演習していくうちに勝手にできるようになるのが展開。勝手にできるようになるから教えにくいねんな。だから学校の先生とかも正直適当にやっといてって言ってちゃんと展開を教えてくれへん人がほとんどやと思うねんな。だってみんな勝手にできるようになってるから。でも今回はちゃんと意識してできるようにさせます。はい、アキトントン。で、公式はさっき見せたけど、この4つあんねんな。とりあえず見方としては、左が同じか見てください。OK? まあ、右が同じでもいいねんけど、同じやつがあるか見る。一番最初やったら、X と X が同じやん。で、その右側は A と B って言って、違うよって言ってんねんな。片方同じで片方違うかったら、こういう風に、2乗して、足して X つけて、他のやつを掛け算するだけ。まあ、公式は覚えなくていいです。この、同じやつがおるかどうかっていうのを感覚的に身につけて。それでちょっと飛ぶねんけど、左が同じ、右も同じ。で、符号が違うやつっておるやん。こういう時は2乗の差になります。で、これ、数学やってる人とか理系って言われる人めっちゃ好きやねんけど、和と差の積は2乗の差って言われるやつです。なんとなく語呂いいから覚えとき、和と差の積掛け算は2乗の差になるよってだけです。で、あとは普通に2乗のやつ、プラスとマイナスで違うように公式は与えられるけど、片方覚えたらできると思うねんけど、後でそれも教えます。じゃあ、最初にやっていこうか。問題書いていくわ。アキトントン。はい、とりあえずこの10問。解いていきたいと思うねんけど、止めて解いてくれてもいいですよ。 OK? じゃあ X プラス3、X プラス6って出てきた時にどうすんの、展開どうすんのって言ったら、まず左見ます。そしたら XX で同じやん。あ、同じやったら足すやつやなって思ってくれたらいいです。で、どうやって足していくのって言ったら、まず一番最初に X 2乗かけます。OK ですか。で、その次に6と3、普通のこの右側のやつ、違う数字たちを足します。6足す3は9やな。それに X 一つだけつけてあげてください。はい。OK? で、最後はこの6と3、普通の数字たちをかける6、3、18をここに書くと。はい。OK ですか。で、これ見たらわかると思うんだけど、左にあるやつが2乗、1乗、なしみたいな感じで減っていってるっていう感覚も持っててください。で、次これ見ます。そしたら、そう。左同じやな。で、右が違うと。さっきと同じパターンで、 X で公式は教えてるけど、 X でなくてももちろん使えます。今回は A やから、 A の2乗で、 A の1乗で、 A がないやつっていう風に書いていくねんけど、 A の2乗で、次足したやつ5と2は、そう、7やな。だから 7A で、次は10と 5×2 でいける、書いていこう。はい、 OK ですか。公式自体はこんな風に書かれてて、めちゃくちゃ鬱陶しそうやん。でも実際やってることはこれ、普通に A の2乗、同じやつの2乗をまず最初に書きます。で、その次足したやつとその同じやつを書ける。 A が今回は同じやつやから書けた。で、5と2違うやつ同士で書けるだけでいける。で、その次これ見よう。どう、あ、まだ左同じやん。 3X って言って、ちょっと鬱陶しそうやけど、 3X って言って同じで、で、次5とマイナス2で違うやつらがおる。同じやったらどうすんの。そう、同じやつの2乗、今回は同じっていうのが 3X っていう一つの塊やから、こいつを2乗します。そしたら 9X の2乗いける。 OK? ちょっと難しいで、その次にここを足すんやな。マイナス2と5を足すってこと。5とマイナス2を足す。そしたら3やな。大丈夫？で、その3に同じやつをかける。ここやったら X っていうのが同じやったから、足したやつに X かけてる。ここやったら足したやつ7っていうのに同じやつ A を足してる。今回やったら足したやつが3で、同じやつが 3X やん。いける？だから 3×3X になるってこと。ちょっと鬱陶しいな。そしたらここ 9X です。いける？で、最後は普通に違うやつら同士で掛け算と。
マイナス17。OK? いける？大丈夫？もし不安やったら自分で書いといていいよ。途中式な。OK? じゃあ次これ見よう。はい。二乗来ました。二乗来たらもうシンプルに公式を覚えてて、この公式結構覚えやすいからちょっとやってみようか。二乗来たら、まず普通に左のやつの二乗かけます。X の二乗。それで、その次は僕のイメージやねんけど、この X と5とここにある2乗の2をかけるだけ。そしたら、X×5×2 やから 10X。それをここに置きます。OK。で、最後にまた5がおるから、こいつの2乗を最後にかけます。5、5、25な。OK。はい、こんな感じ。めっちゃ OK って聞いてるけど、2乗の公式は、まず左のやつの2乗します。それで、その次に全部のここにある数字たちをかけます。そしたら 10X。で、最後に5の2乗です。OK。右のやつの2乗。じゃあ次見てみよう。アキトントン。はい。左、同じやんな。で、右見てみよう。右は同じやねん、これ。数字が同じで、符号が違う。最初に説明してたやろ？和と差で積になってるやつです。和と差の積は2乗の差です。左と右が同じで符号が違うだけのやつは、そいつらの2乗の差になります。だから今回やったら、x の2乗引く9です。3の2乗です。OK？ こんな感じになります。はい。次、3x プラス5分の1の2乗。あ、鬱陶しいな。めっちゃ鬱陶しい。2乗って来てるから2乗の公式やねんけど、これ覚えてるやろ？やることは同じやから、数字が大きくなっても分数になっても同じです。左のやつの2乗、3x の2乗。だから 9x の2乗やねん。いける？OK? なんか数字だけ2乗して X、文字の方を2乗しない人がたまにいるけど、両方2乗してくださいね。3の2乗と X の2乗な。OK? で、その次に 3X と5分の1と2をかけたやつを真ん中に置くやろ。だから、5分の 6X っていうのが真ん中に来ます。いける？途中式は自分で書いてな。はい。で、最後のやつもまた2乗します。5分の1の2乗は25分の1な。OK? はい。次見ていくと、Y プラス3と Y プラス5。お左が同じだけな。いける？ポイントとしては左が同じか見る。で、右も同じか見る。いける？2乗はただの2乗のやつやからな。じゃあ、思い出してや。ちょっと忘れてきてるで。忘れてきてたら思い出してや。同じやつの2乗を書きます。だから、y の2乗。その次に足したやつ、8。で、8だけじゃなくて、最初に2乗してるやつ、同じやつをかける。8×y な、8y。で、最後に違うやつらの掛け算。5、3、15な。OK？ はい、こんな感じ。じゃあ次、3-t、3プラス t。左と右同じで、符号が違うだけやんな。それでたまに疑問に思う人がおんねんけど、別に、この和と差の積のやつっていうのは別に差が先でもいいです。あとは左に文字がないとダメとかそういうルールはない。 OK？ だから普通に左と右の2乗の差が来ます。和と差の積な。今回は差と和の積みたいになってるけど、これ入れ替えることできるから全然問題ないです。 OK？ だから答え的には、左のやつを先に書かなあかんね。3の2乗、9、引く t の2乗な。OK。これ順番間違えたら終わりやからな。まあ、差の右にあるやつをちゃんと差の右に書いて。OK。それだけ覚えとき。じゃあ次、9番。A プラス 3y の2乗。大丈夫やな。2乗は意外と簡単やな。さっきのイメージ。左をまず2乗します。そしたら A の2乗。それで、その次に A と 3y と2をかけるだけやな。そしたら6。と AY か。はい、こんな感じになって、で最後に 3Y の2乗、3と Y 両方2乗しなあかんね。だから 9Y の2乗になると。 OK。 はい、じゃあ最後マイナス X プラス7、 X プラス7、うーんと言ってなんねんけど、これ左と右で同じやつ使ってるやん。でも符号は両方真ん中プラスですよって見えんねんけど、これ順番ちょっと変えて、足し算と引き算の順番変えたらもうちょっと見やすくなる。もう気づいてる人もおると思うねんけど、ちょっと書くわ。はい、こういう風になるやん。 7-x、 7プラス x。 どう？左と右同じで、まあ和と差、差と和になってるから、2乗の差になります。それでマイナスの右のやつはちゃんとマイナスの右のまま書かなあかんねんね。だから 49-x の2乗な。OK。 はい、こんな感じ。どうですか？さっき、動画止めて問題解いてた人はちゃんと、覚えてるかどうかの丸付けとかもしてな、スクショしてください。はい、どうですか？今、10問解きました。20問用意してるんで、もう一回これをやるねんけど、意外と皆さんできそうですかね。公式自体は鬱陶しそうやけど、こういう風になんとなくイメージしながら解くだけで身につきます。違うかったら足すやつやな。2乗ってきたら、2乗して全部かけて2乗するやつやなとか、同じやったら、あ、2乗の差になるんやなってだけやから、ラスト10問やってもうちょっと完璧にしてみよう。アキトントン。
はい、次の10問です。いける？難易度としては全く同じなんでやっていきましょう。で、左と右見るんやったやんな。左が同じで右違うから、あ、足し算のやつやなって感じで、x の2乗。で、マイナス2とマイナス4を足すねんで。いける？マイナス2とマイナス4を足す。そしたら、マイナス6になるよ。だから、x の2乗をマイナス 6x で最後こことここかけてプラス8。OK? そんな感じな。で、ここの x とか忘れずに書かなあかんね。ここの x は最初に2乗したやつと同じやつな。t やったら t やし、みたいな感じ。で、次は x-y、x+3y。もう同じですよね。左が同じで右が違う。そしたら足し算。マイナス y と 3y を足すんやで。そしたら 2y になるやん。いける？で、まあ、いつも通り書くと最初に x の2乗を同じやつやったやつの2乗で、その次にこの足し算したやつ 2y にその同じやつをかけなあかんから 2y×x OK? そしたら 2xy な、いける？で、その次に最後にこことここをかけるだけ、マイナス y と 3y やからマイナス 3y の2乗な。 OK ですか？で、次これ難しそうやな。 x プラス2分の1と x プラス3分の1って分数出てきてるやん。でもやることは同じやで。やることは同じ。ずっと教えてるけど、x 左が同じで右が違うかったら、こことここみたいな感じの足し算やったやん。真ん中が足し算になるやつな。そしたらまず最初に x の2乗書こうか。はい。それで普通に2分の1と3分の1を足すだけやねんけど、6分の5やねんけど、この分数の計算自体はもうできるようにならなあかんで、通分とか。一応裏技動画っていうのもあげるから、苦手な人はそっち見て、なんとなくのイメージ、分数の計算のイメージはちゃんと身につけてきな。普通に2分の1と3分の1の足し算やから、部分して足すだけ。だから6分の5って出るやん。その足したやつに左、かけるだけやから、6分の 5x です。OK? で、最後は、こことここかけるんやな。2分の1かける3分の1、6分の1な。OK ですか？だから分数の足し算とか苦手な人は、ちょっとやり直しておいてください。で、次、5-x、7-x。うわ、鬱陶しそうじゃない？左全然違うし、右、なんか似てるってなるやん。で、まあ、どっちかが同じやったら使えるって一応言ってたと思うねんけど、使いにくいから同じやつを左に持ってき。これは慣れてない時だけでいいねんけど、とりあえず同じやつを左に持ってくる。ちょっと書き直そうか。はい。書き直したらこんな風になるやろ。同じやつ、マイナス x っていうのが今回は同じやったから左に持ってきました。そしたら右に行くのは数字。じゃあ、同じようにします。いける？全く同じやつ。つまり、左っていうのの2乗書くんやんな。だから、マイナス x の2乗やで。まあ、x の2乗になんねんけど、だからマイナス x の2乗。つまり、x の2乗で、次足し算やんな。5と7足して。そしたら、12。かける左のやつやんな。マイナス x をかけんねんで。いける？だから、マイナス 12x になんねんで。それで最後にこの数字たちかけるだけで7を35ですね。はい、OK ですか？ちょっと侵略してしまったな。 x-2 の2乗これは大丈夫やな。マイナスやからって関係ないで、x の2乗、左のやつの2乗書きます。 OK? いける？で、その次にやることは一緒、足し算の時と一緒、こことこことここを掛け算するだけ。だから x とマイナス2と2を掛けんねん。そしたらマイナス 4x になるやん。 OK? いける？で、最後にマイナス2の2乗な。だからプラス4な。 OK? これ実は公式そのままやねんけど、最初にこれ一つ覚えるだけでいいよって言ったのはそういうことです。考え方としては、真ん中の項は全部かけたやつって感じで、勝手に符号はそうなるから一つ覚えたら大丈夫です。じゃあ次見ていこう。アキトントン。 7x-2分の1の2乗、鬱陶しそうってなんてんけど、同じです。2乗します。 7x の2乗するで、そしたら 49x の2乗な。数字と文字ちゃんと両方2乗してな。で、その次に 7x とマイナス2分の1と2をかけんねんで。いける？そしたらマイナス 7x って出ると思います。それで最後にマイナス2分の1の2乗します。4分の1な。 OK? はい、どうですか？ちょっと計算早いなと思った人は動画止めて自分で計算してみてください。いける？ 7x とマイナス2分の1と2を掛け算したら2分の1と2で約分されて、マイナス1と 7x になるから、そこでマイナス 7x って出してるだけですよ。 OK? じゃあ次、 3x+5分の1、 3x-5分の1、 どう？気づいた？左も右も同じで、真ん中の符号が違うだけです。和と差の積のやつです。両方の2乗の差になる。で、絶対、マイナスの右におるやつはマイナスの右、左のやつは左って感じで書きます。OK? はい、こんな風になります。3x の2乗やから 9x の2乗。マイナス5分の1の2乗。25分の1な。大丈夫やんな。で、次、6-x、6+x。いける？気づいた？左と右が同じ。いける？ってことは2乗の3になるから、今回も簡単ですね。36-x の2乗。OK? いける？ちょっと疲れてきたで。t プラス1の2乗。2乗のやつです。大丈夫ですよね。左を2乗します。
次に全部かけます。そしたら 2t プラス1の2乗やから1ですよ。大丈夫？いける？もう慣れてきてるかな。ここですんなりできてたら嬉しいですよ。 xy-y の2乗、ちょっと鬱陶しそうやけど同じで一つとみなかねで、だから x の2乗と y の2乗やで、いける？最初にここの左の2乗をかけます。で、こことこことここを掛け算します。そしたらマイナス 2xy の2乗な。 OK。 で、最後にマイナス y の2乗だからプラス y の2乗と。はい、どうでしたか？20問解いてみました。結構早かったかなって思うねんけど、もしかしたらまだ早すぎてついていけませんでしたっていう人もおると思うけど、 YouTube の特性上何回も見れるので、まずはこの20問完璧にしてください。OK？ なんとなく公式が使えるようになったら、ちゃんと問題集とか学校のやつとかをやりまくって、学校の先生が言うようにもう慣れたわっていう状態にしてください。はいはい、今回はこんな感じでどうでしたか？金本だ。はい、今回はこんな感じでどうでしたか？展開っていうことでやっていきましたけど、これに関しては多分今見てる皆さんが1ヶ月後、2ヶ月後にもう一回この動画見たら、え、俺こんなんわからんかった、私こんなんできてなかったって思うぐらい多分みんなできるようになります。で、まずは最後にも言ったけど、20問、この20問だけでいいと思うから、まず完璧にしてみ、イメージ持ちながら解いていく、いける？慣れっていうのはちゃんと考えながら問題を解くことによってついていくと僕は思うから、そんな感じで言ってください。もう一回問題と答え貼るので、ぜひ復習してください。はい、今後が良かったと思ったら高評価お願いします。最後まで見てくれてありがとう。最後まで見てくれてる人、ぜひ次の動画、次因数分解とかもするので、そっちも見てください。で、友達に広めてください。バイバイ。インスタとかで、質問募集してます。